3人は可愛いのに可愛くないゴルフを目指してほしい。ナイスショット。確かにこれはむずいぞ。あ、うまっ。うまい。もうといて。もううますぎ。うまい。ナイスショット。すごい。おお、すごい。なんだよ。なんだこれ。おー、左巻いたな。まあでも、まあラフで止まったかなって感じ。耐えたかなぐらいですね。うん、刻むか。5番ウッドで。さすが飛ばしや。ナイス。かわいくね。すごい。大丈夫か。いいな、いい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 。この3人は可愛いのに可愛くないゴルフを目指してほしい。スライスだけしないように。ナイス。ナイス。左脇おじるだった。ずっとぶつって言ってるんですか。どこがどうだっけ。忘れちゃいますよね。思い出すまで今日は5ホールぐらい来ました。これからです。8番で打ちます。なんかいいかも。良さそう。おお、今日の良さそう。すごい、ナイス。ナイスです。ありがとうございます。ちょうど良さそうだった。ね、乗ってる。うん、ナイスです。ありがとうございます。116、9番アイアンで。内緒です。わー、横か。内緒、ありがとうございます。103ヤード、9番でいきます。うん、良さそう。うん、来たね。ナイスナイスです。ありがとうございます。あー、難しいね、あれは。パターもむずいし、アプローチもむずいね。早いんだ。これちょっとアプローチ難しいから。待って待って、なんすかそれ。ちょっと待って、ちょっとラインの見極め。あ、なんすか。ちょっとあの知り合いの加穂さんがちょっと本出すということで。あら、アプローチ。え、ちょっと教えてほしい、うん。ちょっと今あのラインの見極めっていうところがあるから、はい、ちょっと勉強しとくから。うん、ええー。うん、あ、皆さんあのお時間があるときにぜひ家でゆっくり読んだ方がいいかなと。ラウンド中に読むのはちょっと禁止で。確かにこれはむずいぞ。あ、うまっ。うまい。もうといて。もううますぎ。うまい。ナイス。ありがとうございます。全然可愛くない。ちょっとすら入るかな。うん、おー、結構いった。これはもう普通に早い。早い、うん、読みの問題。はい、パットはもう打ち方とかじゃないから。パットはもう読みが8割だから。はい。あれ、なんか聞いたことある。多分今この辺出てると思う。読みが8割。こんな行くと思わんかった。うん、もっといい。うまー。これはうまいわ。すごい。
いやこれでも2年ぐらい待ったら入るかもよ。確かに、うん、風で風とかね、うん、あそこの風で、まあ、ピンチ変わったりするけどね。今浮いたね。なんかポポって、うん、跳ねましたね、はい、なんかポンって穴、なんかピッチワークの乾いたやつみたいなところに沈んじゃいました。ナイス、ナイス、ナイス、ありがとうございます。これはてんちゃんナイスパーだね。よしよし、的に飛距離がものすごく伸びました。ラウンドに行くにつれてその飛距離が伸びていくっていうのがもう他のラウンドした人たちからも目に見えても言われて、もう2週間ぐらい前に最大飛距離が更新して、その時は300に行きました。完璧、完璧、ありがとうございます。最初からドライバー打てよ。はい、ナイス。すごい、すごい、当たったよ。なんだ俺。すごい、ありがとうございます。わかるよ、あんたたち2人かもしれないけどね、あと打ちづらいんだよ。打ちづらいんだよ、ね、いやでもすごい球見えちゃった今。なんだそれ。いい残像がすごい、イメージ引っ張ってもらいます。一生のお願いなんですけど、ちょっと間に入れていただいてもいいですか。ここっすか、はい、家でいけるんじゃない、いけるんじゃない。お疲れ様です。どうですか、初のこう同じぐらいの実力の女子とこう、はい、撮影しながら収録なんてなかなかないんじゃないですかね。なんか対決とかは逆にもっとアドレナリンがガーッと出るので、ああ、ゾーンに入って集中できたりするんですけど、はいはいはい、対決でもないのに、なんかふんわり自分たちの中だけで対決みたいな感じになってるから、うん、緊張しました。これ多分ですけど、まだ放送もされてないのに多分好評だと思う。まあ、私はちょっとこれ企画にしちゃってもいいかなと、今思ってまして、女子3人でラウンド、あらやだ、いいわね、やっぱりと裏子が女装していこうかしらね。やだ、もう私が一番可愛い。ここは何も手前にないので打ちやすいですね。4番ウッドでまっすぐ届かないクラブなので、はい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 、全然大丈夫です。うん、はい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 、まあ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 、セカンド7番ウッドです。ナイスショー、うん、ナイス、いいよ、全然可愛くないね。止まるよね。ナイス、全然可愛くない。7番ウッドで、あ、捕まったけど、まあまあ全然問題ないんじゃない。うん、大丈夫。素朴な疑問なんですけど、男性とデートでゴルフは行けますか。デートですか。男性は行けます、はい、行けますか。男性に嫌がられませんか。僕は嫌です。
ああなるほど。僕あなたたちぐらい上手い人と回るんやったらなんか銀座の100も切られへんお姉ちゃんでいいですよ。やだ焼けちゃうとか。焼けちゃうって。今日同伴してくれんの？まだいいです。74ヤード。ちょっと上げてって登りなので A にします。今日捕まらないからしっかり振る。ああちょっと引っかかった。うん、ナイスだね。うん、ナイスです。出ちゃったかな。33ヤード56度です。今ぐらいの打ち方ならミスすることはそんなにないけど、これ腰の動きに注目です。うん、これなら大丈夫。ゆいちゃんがねアプローチ失敗するときは腰を使いすぎるとき、今みたいに左のつま先を開いて構えてると腰をそんなに使う必要がないからこういうミスが出づらい。逆に左のつま先が結構閉じてるときは下半身を使おうとしすぎちゃってミスになる。56度でさあ、てんちゃんのここからは距離的にもちょっと距離が長いので難しそうに感じますが、左足下がりのつま先下がりのラフの影響を受けづらい、実は打ちやすいアプローチ。ラフなのでランも出やすいので、わ止まっちゃうか、まあ、ミスがミスになりにくいと言いますか。今でも完全な本来ならミスだけどあれぐらいで済むんで、ライ的には実はイージー。まあなるわな、うん、それやとそうなるわな、はい、ここにスプリンクラーがあるでしょ、はい、じゃあ水は鬼のようにこっちに流れるように作られてるね。あーそういうことな、うん、なら思ってるより、はい、この傾斜はきついはず。ラテンちゃんのところからもすごい重たいと思う、うん、そう思うし、芝目が向こうに寝るからささくれてボールがちょっと跳ねちゃう、軽くね、でこっちから順目みたいになる、そう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 、ほらどこどこって走るでしょ、でも強いけどピタッてそうでもないでしょ。なるほど、あんなパンチの入り方だったらもう止まらない。うん、うまい、ナイス、言ってど真ん中からっていうね。確かに、うーん、オッケーですかね。ありがとうございます。パンチが入らないようにとにかくショートしてもいいぐらいの気分で、強い、もう全然強い、もうバックスイングのスピードがもうドライバー級に速い。速い、待ってこれ入るかすっごい不安。入らない、入んなくてもいいですか。入らなくてもいい、もう無理。うん、ちょっと、うわー、ナイス、パターかし、パターかし、パターとボールかし、早く、こんだけ速いの分かってるパターのグリーンで、はい、ここでこんなテイクバックしちゃいけない。バックスイングが、あ、量じゃない、スピードが速すぎる、あ何も警戒が足りない。上げるときにむちゃくちゃビビってゆっくりこうやって上げて打ってショートしてもいいぐらいの気持ちで打たないと、それでもこんなに効くんだから。これでもでしょ、ゆいちゃんは結構ゆっくり上げてた、てんちゃんリアルに速い、これぐらい、めっちゃ速いですね。いやそれはさ、うんうんうん、なる、行くでしょ、はい、そりゃなります。だから緩ませて何本みたいな、はいはいはい、とにかくブレーキかけて緩ませないと打てないっていう状態だから、もうビビりまくって、ビビりまくって超ゆっくり上げてこんなんでいい。言い方がちょっときついけど、はい、下りのパターン舐めすぎ。ああ、はい、行きました、ありがとうございます。切り替えが舐めすぎの顔を見ました。はい、すごい顔してましたよ。照れる。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。お願いします。各種 SNS 概要欄にありますのでよかったらチェックしてみてください。お願いします。お願いします。